ちゃんと動くよ。まあ、ちゃんと動くよ。
しろよ、その態度の悪さ。 一緒だよ。 大きい声を出さなきゃなんでいいじゃねえかよ、声が届くように。怒られてる人は近くにいれば大きい声出さなくて済むんだよ、先生は。それが分かんねえんだよ。
心開いてる人たちより先生の一番近くでやればどうなんなくて済むの。でも後ろめたいから先生から離れる。そういうふうにできてる。何十年見てきてんだから、いろんなこう勉強できる、これできねえ、根性が曲がってる子、素直な子、そういう子たちも何をちゃんとやらなきゃ、先生の言ってることがしっかり横に落とす。集中してほしいんだよ。あれしていい。ねえ、ねえ、気持ちよく、気持ちよく進めないんだよ、物事。三多一点。Yeah.
って来ちゃったと。なんで今まで結婚できるは痛めつける目的でこんなの教えてねえんだよ俺は。だから強くなくても怒ってねえんだろ。強くはねえわ、乱暴にやるわ、ぶち殺すぞ本当に。最後言われたようにやるんだよ。やからの考え方やめろ。全然嫌いなんだよ。全員ぶっ飛ばしてきたよ、高校時代から。そういじわりやつとか。しっかりしろ、もっと。やらせていったら。そこで、ああ、そうだなって思いな。反発してねえで、お前生かされてんだぞ大人に。惜しいね、教えた通り入るんだよ。そのために10回かけろっつってんだよ、いつも。10回基準にやってんだよ。惜しいね。これがね、試合に出ていいんだけどね。ただ、相手は6年女子だよ。やべ。走れ走れ走って走って、そう、ちゃんとやればちゃんと道具は使えるんだよ。切れないハサミ渡してるわけがねえんだから。あー、それまでいい。もう少しね、お前がやりますか。どうしましょうか。誰ですか。全員だよ。
もう同じ人なんだよ。今日はレステイ。アメイ。後ろ騙してくるから、ヤクモは自分から行かないと、そうやって後手に回るものが反射神経が鋭くないと守れないから、この時に反射神経とか楽ちんできる。プラス30、今サクラが待っててきたから
Thank you.
一瞬お水飲んでね。やったー。すぐ戻ってくる。